ーム作った人と対談したい。何聞きたい、まず。これどうやって思いついたんですか。はいはいはい、ゲット。いいね。出れない、出してくれ。あー、うまくいかねえ。どうなっとんねん。やばい、こっちだ。大ちゃん、コーディ、あー、なんか、なんてこった。ごめん。こんな素敵、素晴らしいゲームをありがとうございますって言いたいわ。ありがとうは伝えたいね。ごきげんよう。ごきげんよう。さあ、始まりましたジャニーズゲーミングルーム。今回は大ちゃんと二人でお送りします。お願いします。大ちゃん、なんか食べてたでしょ。ちょっともぐもぐしてたよ。ごめんなさい。何食べてたの。あの、お菓子食べました。いつもお菓子食べてるな。糖分がやっぱ必要なんですよ。まあゲームはね、うん、頭使いますから。さあ、今回はですね、うん、It takes two やります。おお。2人協力プレイの 3D アクションアドベンチャーゲーム、はい、離婚間際の夫婦コーディとメイが娘ローズの悲しみの涙によって魔法にかかり、人形となってしまった不思議な世界で元の姿に戻るために大冒険を繰り広げるという絆の物語です。と、はい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 、とにかくね、2人の共同作業、チームワークが鍵を握るゲームとなっているということで、うん、まあ、ちょっと噂で聞きましたよ、前回たまたやった時。ストーリーを進めずに大ちゃんがひたすらミニゲームをやってたって。いや、面白くてさ面白かったのよ。俺もやったんでしょ。やりました。バッティング。バッティング、あれ面白いね。あれめっちゃおもろいね。球強いんだよな。球めっちゃうまかった。勝てた。勝てなかった。大ちゃんは勝てなかった。あいつなんだ。うまかったな。あいつ悔しかったな、あれ。うん。で、前回球とね、うん、あのローズの部屋っていうミッションをクリアして、はいはい、新しいチャプターから今回はやっていくということで、うん、まあ、ミニゲームもねやってもいいかもしれないけど、ちょっとストーリー進めていきましょう。そうだね、うん、そうしましょう。コーディでいこうかな。じゃあこれメイ。はい、 OK。 ここはどこ。新しい面だ。これがハト時計。うわ、来た。なんだっけ、ハキム。なんだ。メイ、分身が欲しいと願ったな。それが今叶った。お。カーディ、時間感覚がない？今なら時間を操作することができるんだ。時間を操作。時間操作と分身。なんかちょっと特殊な必殺技みたいな使い方。僕が時間操作で、宮地が分身。 う、ね、うん、分身楽しそうだな。それに俺、俺こんな感じだったっけ。見ての通り平行線上にいる2人は交わらない、うん、この線路を追っていき2人を再会させるんだ。わかったな。会えれば報酬が与えられる。報酬。手紙の最初の一キラをあげよう。テンションだっけな。私が時間を調節できる。戻して、表情戻すじゃん。これ OK。ああ、進んだ進んだ。早いよ。どんどん進んでるよ。時間戻そう。あ、お。時間を戻すんだ。戻すのか。よし、これで行く。はい、進む。やばい。あ、行ける。あ、あ、ちょっと待って。今行きますんで、ちょっと待ってくださいね。オッケー。来た。で、これを一緒にじゃん。よ。せーの。はい。で、分身を。そっか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 。スイッチを押してから。起動してから分身。あ、分身。あ、分身できない。あ、分身できない。分身してよー。前で分身。え、ああ、長押しね。長押し。分身して。分身に移動。移動だ。こういうことだ。オッケーオッケー。うわ、いけないのか、じゃあ、これは。あ、すると。あ、で、俺がなんか、するってことか。なるほどね。オッケー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 。オッケー。うわ、おお、また鍵、あれだ、戻しますよ。なんかなった。
なんか、ここにボタンがある。で、こっちもだ。ああ、分身ですよ、これ。分身だね。わかった。あ、こういうことだ。あ、できたね。はい。よし。追うぞ。燃えてる。やばい。燃えてるんだ、これ。どうしよう、どうしよう。行きことある？こっちか。じゃあ俺はこっちに行く。オッケー。で、ああはいはい。あ、オッケーオッケー。ん？任して。雨で。ああそういうことか。雨。うん、場所が違うな。ここになんかあるぞ。お、いいね。それで雲を動かすんだ。オッケー。そのままいける。オッケーオッケー。上も、だからちょっと待ってて。ちょっと待って、そこも、はい、そのまま。お、で、オッケー。よっしゃよしよしよし。さあ、時計。これ絶対、あれだろう。ゲート？あ、あ、時間合わせんだ。あ、オッケー。あの上の時間だよ。え、俺は長身か。3時55分。3時55分これじゃない？オッケー。きたー。このゲーム超おもれ。いいよね。巨大な時計塔ね。うん、あそこに。これがハート時計。さあ、うわ、あなたに。でも入るには小さなタワーの謎を解き明かす必要がある。なんだ小さなタワー。に、だ。ほらね。コーディ、考えたか。一個ずつ塔、小さな塔を。あ、鳥だ。お、鳥。そうだな。手分けしてか。うん。これは。よいしょ、乗った。乗った。お、飛ぶ。ああ。お、楽しい。飛べるんだ。ステップってなんだ。おお、なんだこれ。あっちの塔目指してる。あ、そう、あの反対行ってる。飛ぶ鳥の機械よ。来ました。あのタワーを見てくれ。もしかしたらあそこに着地できるかも。タワーにできそうな場所を見つけたかも。あれでもさ、これさあ、2人いないとダメだよ。だよね。じゃあそっち行くね。オッケー、迎えに行くね。じゃん。おぉ、優しい旦那さんだ。こっちこっち。おぉ、なんか映画見てるみたいだね。いいね。ここでしょ。あ、待って。おいおい、この粉々にされた。はい、せーの。だだだだだ、くる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 。まずはこのミニタワーから攻略していきましょうってことかな。くるくるやって終わりじゃないってことね。君の洞窟かな。洞窟。早く出ようぜ。待って、まずはパズルを解かなきゃ。パズル。すごい熱心だな。この模様は興味深いわね。一体何かしら。動いてるね。ほう。でもなんか闇雲にやってもダメそう。そうだね。なんかヒントがあるはず。ヒントを探しに行こう。あ、まだできる時計。はい、いってらっしゃい。行ってきまーす。よし、来ました。行けないや、そっち。あ、そっか、大ちゃん来られないのか。あ、分かった。それなんかさ、マーク書いてなかった今。ほら。あ、本当だ。順番？ちょっと待って、この順番で、あ、1234じゃない？そうだね。じゃあちょっと言うね。はい。8。8。鳥。鳥？猫。猫。犬。犬。月。月。太陽。太陽。どう？終わり？終わり。え？一番間違えたとこ。もう一回やってみる？一。ちょっと八をしてみて。うん。何も変わんないな。
じゃあ次鳥。猫？猫じゃないんじゃない？あ、本当だ。三を探せばいいってことか。三ない、ない？三ないね。ではじゃあ下から押していこうか。じゃあ下順と猫か。猫なんだよね。四だから。猫。猫付き。はい。犬。太陽。おお。おお。開いた開いた。交流？はいはい、ここですね。時間を作ろうと思って。また一緒にやれた。もしもあると。ドン。なるほどなるほど。いいね。調子いいんじゃないか。映像も綺麗だし。あ、これで一つ終わり？何これ、何出てんの？イチゴ？何これ？何これ？待って待って。爆破したぞ。メイ。あの明かりはなんだ。危険そうだぞ。うん。フルーツっぽいけど。そうね。使えるかもしれない。え、何だ？あれを壊すの。お？なるほど。そういうことか。じゃあもう片方行くか。せーの。走れ走れ。暗いね。あ、明るい。うん。待って。あれのなんか光るね。あ、あれが光ってる間は上乗れるとか。そうかもね。行ってみるか。あ、ごめんなさい。あー、ちょっと焦っちゃった。あ、次ね。次です。はい、早かった、ごめん。あー、くそ、そういうことか。ここだ。オッケー、すぐ行くわ。オッケー、おーい、待ってるよ。ここで待機して、うわ、旦那さん。あ、言い過ぎちゃいけないのかな。オッケー、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 オッケー。お待たせしました。俺が次こっちで操作するのか。オッケーオッケーオッケー。まず青じゃん。青。ああ、ごめんごめんごめん。はい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 。これ待ってくわ。いくよ。はいはい。で次も赤。ちょっと待ってね。いくよ。はい、はい、ナイスー。オッケーオッケーオッケー。楽勝ね。そしたらで、こっち。あ、またこれ登るんだ。あ、そっちか。いや、来ました。行きましょう。にゃあ。これで終わりか。ね、見えたわ、攻略だ。でも真ん中クリアしたら OK。あ、来た来た来た。いちご爆弾。それで壊せるのかな、あれが。上に浮いてんのよ。ああ、そういうことか。それを L2 で掴んで、ほう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 。あ、ごめん、三角で掴んで、L2 で構えて投げる。楽しいな、これ。で、壊してくんだ。おー、気持ちいい。それ壊れた？壊した。で、反対側も行くってことか。そうだね。ドーン。はいはいはい。イエーイ。真ん中だ。で、これを動かす？動かせない？ん？ちょっと鳥で突っ込む。ん？なんだ？これはなんだろうな。で、こっちは、あ、待って、なんか横に入れるとこある。うん、これか。これ壁上登ってみよう。あ、はい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 。これでどうしたらいいんだ。そういうことか。あ、はいはいはい。オッケー、開いた。
なるほどね。いや、これ途中までやって最後だけボス他の人がやるって悲しいよな。いやだよな。せっかくだったらボスもやりたいよな。やりたいね。お、ボスじゃん。壁が動いてないか。動いてるね。やばい、潰されちゃう、このままだったら。ないの？どうしよう、どうしよう。どうにかしてくれ。あ、私？あんたがどうにかしなさいよ。まんないぞ。誰か助けてくれ。やばい、助けてくれ。ちょ、できることがない。分身、なんか別に時間もずらせない。分身したら逆がこれだ。嘘で、俺がなんかこれ止めるんだ。お願いします。これだ、これだ。あ、危ねえ。助かった。あー、よかった。気づいたね、それ。うわー、よくできたね、今ね。奇跡、奇跡。進んでるな。進んでるね。お、お、進む、進む。大丈夫？あ、始まってんの、これ。始まってます。ムービーだと思った。とても美しい場所ね。走るだけだ。それにかっこいい機械だな。確かに機械ってかっこいいよな。うん、すごいな、ここね。腕時計の中みたい。もう一回。はいはい。コーディ100よ、ちゃんとやって。怒られてる。やけどマックと。はいはい。ああ、なるほどね。かっけ。うわ、すごい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 。おお、すごいな、おい。ボスじゃない、あれ。あれ、ボスっぽいね。強いぞ、あれ。わかりやすい門番ね。お、ち？門番だ。でかい剣を持ったな。強そうだな、おい。鍵穴よ。鍵穴。あ、ここだ。鍵穴って。なんか。あ、鍵だ。なるほど。鍵がある。じゃあ、こっち行ってみる。ん？二つある。ん？ん？ん？なに？おお。あ、これ渡ってくる。進んでみようか。お、はい。お、はい。お、はい。な、なんかだね。これがヒップドロップ。ちょっと動かすね、これ。時を動かす ね, かすね、これ。あー、あ、みやちゃん乗ってます。来たね。はい、乗った乗った。4つでしょ。はい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 。あ、あれあれあれ、ダメだ。あ、わかった。そうですね、そういうことですね。はい。いやー、すごいね。はいはい。で、戻してもろて。はいはい。もう決定。すげえ、よくできてる。いやー、すごいゲームだ。で、こういうことだ。ここもいけちゃう。こういって、こういって。おー、いいね。そこだね。こっち来ちゃって。これ別関係ないか。あ、こうか。おー、あー、なるほどなるほどなるほど。もう進んじゃっていいんじゃないですか。あ、進んでる進んでる。すごいね。よくできたゲームだこと。そっちだね。はい。で、あ、鍵だね。鍵は。うん？あ、鍵を持って。あ、俺もいけるんだ、これで。不思議な世界だ。しゅうなぁ、俺。戻ってきましたと。ポイン。あ、え、ん、なんかどっかに鍵穴あったよ。あった。まあ、そっか、どっちも一緒だもんね。ほうほうほう、方向だ。はいはい、はい、はい、一緒に回した。うわぁ、あ、いいのかな、これで。
ダメだ。どういうこと？もう一個あるのか。あるね。こっちか。こっちこれか。よし。あ、またあれだね。いっぱいあるな、ここ。動かした方が。あ、マジ？これじゃないか。まず、まずどれ行く？これもか。あ、メッチこっち行き。ああ。いける？なんだこれ。おお、開いた。いける？なんか、ああ、そういうことか。ここだ。閉めました。で、そっち？あ、それもなんかあるね。あ、待って、これだ。あ、はいはいはい、はい。おー、すげえ！で、これ離しちゃダメか。ああ、いける？お、お、いいね。いった！ナイス。よっしゃー！あ、で、それね、それもね、登ってもらって、それ。これ。登って、で、そこにで、そこに。うん。いくよ。はい。おー、そういうことか。で、それはこれを、ぐる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 。あー、はい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 。ん？終わり？限界だ。これじゃあ。あ、来た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 。え、開かないな。あ、わかったわかったわかった。はい。ちょ、一回開けて。なるほど。シーン。はい。はい。はい。ゲット。いいね。出れない。出してくれ。あれ。あれ、ね。はい。出して。どうしよう。どうやったら俺出れるのここから。どうやって出すんだこれ。あ、え、あ、わかったわかった、開けて、ほい、こうだ、よし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 、オッケー、いくよ、はい、おー、かっこいい、いうことだ、で、開くのか、謎が解けた、楽しいな、これ、お、ボスじゃない？来た、来た、何やれ、わからない、あ、生きてるぞ。強そうだね。本当だ。ボスだね、これは。おいおいおい。待って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 。やばいやばい、殴られた。ここに何かがあるのか。お前の分身か。ん？待って。分身？何？分身？なんて言ったら今、あ、分身を安全なとこに置いて自分か、そうね、今控えるからで、ここで突進してくれ、で、あー、うまくいかねえ、どうなっとんねん、どうした？タイミングマジむずい。もう一回チャンスください。はい。牛さん、チャンスください。オッケーオッケー。これ。来た。来い。お。しかも巻き戻した。うん。あ、で、バタってことか。そうですね。うわぁ、今のはやばかったな、倒したやつ見に行こう、よし、素材取るぞ、モンハンじゃないのよ、あ、違うか、違うチャプターは今のは、いや、知りたくない、早く出よう、あ、またボス、次のボスってことか、うわぁ、やぁ、待って、さっきの仲間じゃん、そうだ、さっきまで友達だったじゃんか、勘弁してくれ、なんだ、噛んでるよ、一緒にフルーツ爆弾投げた仲だろう、あー、別なのか、そういうことか、どうする、何ができる、何ができる、やばい、危ない、なんだ、どうしたらいいんだ、影がチェックだ、影が、そういうことね、よけて、なんか
フォールガイズの最後の面みたいな話だな、うん、また足場がなくなるぞ。足場なくなるよ。バイバイ。壊そうとしないから信じて。やばい、こっちだ。ダイちゃん、どうやったら止められるか。セーフだったっぽい。おう、ああ、なんとかしてって言われたって。なんとかしてよ。お、ナイス。助かった。助かった。危ない。ナイスよコーディ。ありがとう。あそこね。まだ続くか。あ、もうこれ、ね、最後っぽいね。時計だ。うわ、かっけ。お、すごいね。やっぱ機械ってかっこいいな。おお、一箇所になった。すげえ。これでクリアか。ん？ここだけ色が違う。これか。ドン。危ない。お、めっちゃ危ない。危ない危ない。おお。うんうんうん。あ、危ない。ああ。ちょっと、ま、ちょっと頑張ってね。今戻るからね。あ、落ちちゃった。うわ、 おい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 、ボンバーマン、ボンバーマン。サドンデスだ。やばい、ダイちゃん。全然わかんないや。うわ、無理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 。これなんとかやる。ボンバーマン、ボンバーマン。ボンバーマンってことは真ん中が終わったか。これ何？うわ、何これ。あ、操作できる。うわ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 、なるほどなるほど。おお、今度は何をすればいいんだ。もしかしたら出口に繋がってるかも。得意拾ってことだろ。おお、危ない危ない、めっちゃヒヤヒヤする。来た。おー、よいしょ。うわ、わけがね、わけがね、わけがね。考えてる、考えてるわ。じゃあ、もっと早く考えてくれ。やば、うわ。で、こっち、こっち、こっち。 OK か。大ちゃん、時間負け戻してるでしょ。ドラマってないって。なんだ、なんだ、なんだ。お、面白いなこれ。面白い演出ね。なにこれ。時計塔の嫌がらせだ。またあ、あーさっきの爆弾だ。何か降ってくる。いや、わけわかんねえ、わけわかんねえ。増えてくんだ。やばいね。何か降ってくる。だから自分がさっき行ったところに落ちてくるから、出ないところ行かないといけないのか。やばいね。やばいねこれ。これやばいね。め、なんかすごいね。初めてこれ。やり方によっては、うん、あの絶対平気なとこ作れそうだけど、うん、初見だと日和るね。こんなん初めてなんだけど。あぶれ。あ、もう分かんないどこが開いてるのか。終わんないんだけど。あ、だめだ、危ない。早くなんかある。こんな続く。確かに。あ、これ落とすんじゃない？わざとこの光ってるところ。あ、オッケーオッケーオッケー。で、時計を壊すんだ。あ、オッケーオッケーオッケー。おお、なるほど。いや、すげえ。来た、フルーツ爆弾。やばいやばい、下から来た。よく考えたな、このゲーム。感心しちゃうわ。スケール半端ないな、これな。ゲーム作った人と対談したい。何聞きたい、まず。え、これどうやって思いついたんですか。あと、こんな素晴らしいゲームをありがとうございますって言いたいわ。ね、ありがとうは伝えたいね。コーディ、大丈夫？あんたがこれをやってるの？これは大丈夫。え、どうしたらいい？どの状態がいい？いつまでもつかわからない。わかった。時
系の心臓部まで行く。あれ違った。待ってね、どこに行ったらいい？ここ？ここ行ける？ここだったら。で、ちょっと動かすよ。ここね。あー、そうだね。で、こっち戻してみる。戻して。すげえ。オッケー。で、こっち。あ、これ？あ、これっぽいな。見えねえ。で、次が。ちょっと待ってね。時計の心臓部はどこだ？ああ、で、これか。あ、それじゃない、魚。あ、待って。ああ、くしゃ。この状態にしとくか。はい。こうだ。上がる。はい、急げ。もう、持たない。なんだって。これ、コーディ、上出来よ。あ、こっちか。あとちょっとで着くわ。これだ。ぜこれだ。バイコーディ。ごめん。ああ、だめだ。ごめん。なんて言った。ごめん。今俺が完全に。で、次行くやつか。はい。オッケーオッケー。ドン。ついたね。ついた。こっちか。違う？あれ？どれだっけ？どれだ？どれだっけ？こっちか。こっちだ。どう？違う。いける？それ。時計がハートになった。あ、これ降りれるってことか。OK。ほうほうほう。あー、いい。行くよって。コーディー。どうぞ。おい、時計！よし。うわ。あー、逃げろー。な、離れ離れしたこれ。おお。あ、到着。飛んでる。うわ。やっちゃおうって言われても、あ、いやー、すごいすごい。時間を戻してるのか。戻してるのか。すごい世界観、映画みたいね。え、うん、で、あらま、ドキッとしちゃったよな。素晴らしいチームワーク、中が少し修復されたようだな。うん、そうだろ、うん、そうだろ、修復されたんじゃないこれ。そうだよ、だろだろだろ、動けないわ。おい、本野郎、約束は。あ、そうだよ、報酬くれるって言ってたから。あ、そうだ。オーケー、オーケー、そういうこと。手紙の最初の一切れか。うん、いいの。あ、ほんと、ほんと、よし、じゃあいか。いや、強いっすね。おお、おお、一つ目のピース。おお。ナンバーワン。ピースはあと三つ。え、これで一つ目まで。なるほど。やばくない？ボリューム。こんだけやって？いいゲームだな。まだまだ楽しませてくれんのこれ？ここまで。あら、もう今日ここで終わり。いや、いいんじゃない？言ってもチャプター一個進んだからね。進んだね。今までさ、一つのチャプターを前回のローズの部屋で言うと、うん、コウジと大橋くん、はい、で大ちゃんとタマ、はい、でタマと俺で3回でクリアしてた。3回クリアしてたやつが、うん、我々今日1回で一つのチャプタークリアしたということで、素晴らしい、もう素晴らしいよ俺たち。進みが良かったわけですね。真剣にやったもんね。いや本当だよ。これでもまだまだこのゲームは続くということで、このチャンネルでいろんなメンバーでクリア目指していくので、はい、引き続きよろしくお願いします。さあ、この動画がいいと思った方は、グッドボタン、そしてチャンネル登録お願いします。それじゃあまた次回、バイバイ。バイバイ。